アルビレックスレーシングチームが今日発足。ドライバーたちが意気込みを語っています。アルビレックスレーシングチームは F1 を最高峰とする自動車レースのいわば入門クラスとなるスーパーフォーミュラジャパンに参戦します。運営母体と練習の拠点は胎内市のスピードパーク新潟になります。アルビレックスの名前がつくチームはサッカーやバスケなどに続いて7番目です。優秀な人材、若者が他チームで戦績を上げるのではなく、新潟にチームを結成し、新潟から世界を目指すためにアルビレックスレーシングチームを結成いたしました。契約ドライバーは田中正隆選手と湊正幸選手の2人です。中でも湊選手は去年のホンダエキサイティングカップで3位という経歴を持っています。初年度から全力で頑張っていきたいと思います。そしてアルビレックス初の、シリーズチャンピオン、こちらを目指して頑張って今年は行きたいと思います。アルビレーシングチームは来月栃木県で開かれるモテビシリーズでデビュー、そして5年後には F1 の一つ下にあたる F3 シリーズの参戦を目指しています。